はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。ガチャチケットを手に入れられそう。私は喜多方くるみ、よろしくね。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。さあ何引くかな。イコピコ。イベント開催中よ。ヒーマ像だ。なんかアクセサリー手に入れましたね。イベント開催中よ。さあ引き続き片マレーです。今7月を一周ですね。いいわね。まず待つかしら。次回キングジョージですね。イベント開催中よ。十分ね。嬉しそうね。何かよ。イベント開催中よ。うん、いい感じじゃない。今週はレースがあるわね。イベント開催中よ。さて、いよいよ今週キングジョージです。何かよ。508キロですね、ベストオーバー体重が。快適そう。お、気象おとなしい。いいですね。早くプラス4キロ。ベストバ体重になりました。一番人気よ。お、1.5 倍ですね。一番人気。投票受付を開始。非常にいい感じです。筋量は59キロですか。牝馬にしてよく背ありますね。
ダートマスやハイランドリール、まあ、9頭立てなんでここはしっかり取っていければなと思います。さあキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスでいいのかな、アスコット競馬場芝 2400m です。春井の両馬は片尾は8枠8番です。世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。スタート。そんなに良くないかな。まずまずのスタートを切りました。致命的ではないです。先行争いであります。大方の予想通り、エデバニが先頭に立ちました。ダートダス。その後ろでやりましょうか。9番イラッド。スインリーボトムへと向かう9頭。ハイランドリール。そのうちにセカンドステップ。サーイザックニュートンがその後ろ。これが1番人気の8番カタノマレー。ちょっと離れて6番ウィングスオブデザイアであります。その後ろ3馬身くらいあってウエスタンキム。もう一度前から整理してみましょうか。依然先頭エデバニ、ダートダス、外を通って9番イラット、そしてその後ろからハイランドリール、それからもう一頭1番セカンドステップ、外を通りまして8番カタノマレ、そのうちサーイザックニュートン、差が開いて6番ウィングスオブデザイア、そしてしんがりからウエスタンキムであります。流れるようにレースが展開されています。先頭は7番エデバニ、エデバニかなりリードしている。そして2番手に4番ダートダスであります。外から1頭9番イラット、3番ハイランドリール、内を通ってセカンドステップ、カタノマレ、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。さあイザックニュートンが並んでいっています。この辺りちょっと離れているウィングスオブデザイア、5番ウエスタンキム、これがしんがりであります。ちょっと下がっていってるぞ。先頭行くエデバニ、また上がってきた。結構バネバニがいい。カタノマレ大歓声も後押ししているぞ。一番うちエデバニが頑張っている。外からはハイランドリール、内が飛んだ。メイヤントハイランドリール、そのまま粘れるか。エデバニ内が飛んでいるハイランドリール、ハイランドリールが嘘にかかる。ハイランドリール先頭に立つ。1着ハイランドリール、キングジョージ勝ったの3番ハイランドリールが、この芝に合ってないのかもしれない。辛い結末。よく頑張ったわね。1着3番2着ちょっとこれ悔しいですね。レースを終えた馬が戻ってきたわ。優しすぎね。体調を整えた方がいいわ。いい感じだわ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。さあ珍しく3着に敗れ去ってしまいました。初めてね、外したことになりますね。これは残念。凱旋門賞も2着だったんで、もしかしたらヨーロッパの芝に合わなかったかと思うんですけど、巻き返しに燃えたいと思います。応援よろしくお願いします。でも距離が長いかもしれへんよな。有馬記念は取ったけど、やっぱり基本的に海外となると芝の長さが影響したかもしれないということで、次回 SWBC 挑戦させようかなとは思いますが、動向次第で、出すレース変えていきたいと思います。よろしくお願いします。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。